イプードル、略してセレプーの鉄の神。飼い主はラブリーなルミちゃん。今度九州から出てきて話題の八本木ヒルズに住むことになったんだ。ヒルズは愉快なセレブでいっぱいだし、不思議な犬楽園の仲間もできたし、もうハッピーハッピー大ハッピー。バッテン、ルミちゃんちは破産寸前だったとたい。よし、こうなったら人怪我は脱ぐぞ。なんとかしていただかないと、鉄の神の餌も買えません。オーマイガー。あ、なんだ、夢か。見て、鉄の神。東京タワーがあんなに近くに見える。あら、あなた昨日引っ越してこられたユニークなおじいさんのお孫さんね。犬山ルミです。この子は鉄の神、はじめまして。この子はポチっていうの。人見知りで犬見知り。私は鷺山綾よ、よろしくね。鷺山綾、ひょっとして映画とかテレビに出てる女優さんの鉄の神変身する。あの鷺山綾がお隣さんだったの。今話題の女優さんよね。そうよ、明日一緒にお散歩することになってるの。よかったじゃない。ハナ、紅茶のおかわりお願い。はいです。あ、思い出しましたわ。鷺山綾って投資会社の社長と結婚したけど、今離婚するとかしないとか揉めてるのよ。ようこさん、セレブな人間がそげな下世話な話に興味を示すなんて、はしたのかば。すみません。そんなことよりジーヤ、トラちゃんとマサオさんはどげんしたと。先ほどから何やら大切なお話があるとかで。資金援助？無理だ無理だ。しかし会社も家も火の車でして。夢じゃなかったんだ。わしも君と同じ婿養子やけん、金ば自由にはできんとよ。わかるやろ、君が頑張るしかなかとったい。お父さん。マサオ君、今の話カオルコちゃんやヨウコには話さんように。何しろカオルコちゃんは君の経営手腕ば疑っとるけんね。下手すれば離婚問題になりかねんばい。え、離婚？婿養子って立場が弱いらしい。なんて同情している場合じゃない。飼い犬の僕の方がもっと立場が弱いもん。切れてる切れてる切れてない。
住民って。ルミちゃんちやパパさんの会社がこのまま貧乏になっちゃったら、僕は一体どうなるんだろう。まさかルミちゃんと一緒に見たアニメの最終回のように。鉄の神、私もう疲れたわ。鉄之進くん、鉄之進くんはどこから引っ越してきたの？やったら嫌だ、おいおい、また瀬戸様地上に出てるみたいだし。あれほど地上には出ないようにと申したでござるが。しかも超綺麗なお姉さんと可愛い女の子が一緒とは、まったく隅に置けないぜ、あのスケベじいさん。誰がスケベじいさんじゃと。瀬戸様。なんでここにいるわけ？なるほど、わしのサングラスにカメラを仕込んでおったっちゅわけじゃな。あ、そういえばサングラスをあのトイプードルにあげちゃったんだっけ。今はゴーグルになっておるがの。ではこれは鉄の神とかいう犬の見ている映像。あ、このリムジンは間違いない、白金のやつらですよ。よー、知っとる。ヒルズへ買い物に来てヒルズをバカにする超セレブなおばちゃんじゃ。博士、音声は出ないのか？出ないわけないし。あら、やっぱりルミちゃんザマスか？出たぜザマス言葉。犬山様もついに東京に出てきたザマスね。お父様やお母様はお元気ザマスか？はい、昨日みんなでヒルズに引っ越してきたんです。まあヒルズに、おこれだから成り上がり者は。ルミちゃん、知り合いなの？ええ、パパのライバル会社の社長の奥さん。あら、女優の詐欺山彩さんでございませんこと。最近ずいぶんワイドショーを騒がせてるザマスはね、慰謝料を何十億ってぶんどろうとしているとか。そんなの根も葉もない噂です。よー、キャントリードッグの鉄のシーン、最後に会ったのはワイ派だったっけ？ワイ派？これだからキャントリードッグはこっちではハワイのことをワイ派って言うんだよ。あ、そっちにいるのはティッキン君じゃないか。チキンじゃないよ、ポチ君だよ。で、鉄のシーン君、いいよ、そんな奴に関わらない方が。相変わらずティッキンハットのダメダメ君だね。あ、そうだ鉄のシーン君、いいものを見せてあげるよ。チェックアウト。何なんだよいきなり。決闘者のこと聞いてるぜ。鉄の神君のより長いだろう。 5.5 メートルもあるんだ。何がおかしい。確かに長いけど中身がスカスカじゃないか。文字は大きいし線は長いし。僕のをよく見ろ。何？うひょー、ほんとだ、鉄の進化の方がぎっちり書き込まれてる。わー、すごい血統書ね。この血統書のトイプードルちゃんなら100万円はするわね。そっちのダックスフンドはまあ5000円ってとこね。笑うな、鉄筋。ジョン、僕と勝負だ。おう、よーい、負けた。どうしたザマス？ジョン、何落ち込んでるザマス？もうこれだから成り上がり者のヒルズの犬は嫌いザマス。イエーイ、白金の犬をへこませるとは案外やるじゃん。まあわしに言わせればどっちもどっちじゃがの。鉄の神くん、いや鉄の神さん、これからは兄さんと呼ばせてください。年も同じくらいだし兄さんはないんじゃないの？いや、兄さんと呼ばせてもらいます。あの嫌味な白金の犬をやっつけるなんて僕尊敬しちゃいます。それじゃあルミちゃん、また一緒に散歩しましょうね。今日はありがとうございました。じゃ、失礼します。
帰りなさいませ。花は大奥様や奥様と買い物に行っておりまして。そう、鉄の芯の足は私が拭いておきましょう。うん、じゃあお願いね。ああ、お嬢様、九州のお友達からたくさんお手紙が届いております。お部屋の方に置いておきました。ありがとう。はあ、あ、どうした鉄の芯、そんな悲しい顔をして。お、はい、木村でございます。おお、旦那様、どうなりましたでしょうか、生活費の方は。はいはい、え、なんと、はい、木村でございます。おお、旦那様、どうなりましたでしょうか、生活費の方は。はいはい、え、なんと、よう立てられない。旦那様、それでは明日から生活ができません。なんとか今日中に100万円でも200万円でも用意していただかないと。そうです、今日中にです。嫌なもの見ちゃったな。セレブな家の飼い犬だと思っていたでござるが、鉄の芯ももうすぐ俺たちと同じノラドックか。ルミちゃんリサちゃんたらボーイフレンドできたんだ。ルミちゃんの笑顔なくすわけにはいかない。こうなったら、この血統書のトイプードルちゃんなら100万円はするわね。ルミちゃんのために、さようなら、ルミちゃん。犬の僕はいなくなるけど、100万円になって帰ってくるからね。どこへ行くつもりじゃ。瀬戸様、ペットショップへでも行くのか。え、何の話。とぼけるでない。ペットショップへ行って自分を売ろうっちゅんじゃろう。どうしてわかったの。わしは何でもお見通しじゃ。鉄の芯よ、そんなことをしてルミちゃんが喜ぶと思うのか。うん、喜ぶどころか悲しむだけじゃぞ。でもルミちゃん家の家計の足しに少しはなると思って。なるほどな。ルミちゃんを思うお前の気持ちはよくわかった。だったら自分の身を売ろうなどと考えずに金儲けをしてみんか。犬にお金儲けができるの。それができるんじゃよ。わしについてきなさいね。また瀬戸様の悪い癖が始まった。メグ、そんなこと言うもんじゃないわ。ビクトリアの言う通りでござる。ここにいる全員が瀬戸様のその悪い癖のおかげでノラドックにならずにこうして生活できているのでござる。博士、はい、どうする。ちょっと生意気だけど、飼い主思いに免じて助けてやるとする。うん、犬楽園の入り方は分かっとるな。うん、あ、兄さんだ。では参るぞ。はい、兄さん。どうなってるの。あ、博士、今日中に値上がりしそうな株を10社ほどリストアップしておきました。博士、俺の予想では2番目。ほら、お前の予想は当てんならん。いつものように瀬戸様に占っていただきたいのでござるが。カドレガーブルーは、カドレガーブルーは、カドレガーブルーは。3番、栗山製薬か。さすが瀬戸様、実は僕的にも一押しの銘柄です。栗山製薬なら今日社長が記者会見を開くみたいよ。
拙者の調べによれば新薬を開発しているらしいでござる。おそらくはその発表かと。うん、鉄の神、今の情報をルミちゃんのパパに教えるんじゃ。ちょっと待ってよ。教えるって僕犬だよ。犬は人間と話せないよ。心配はいらん。お前を人間にしてやる。そんなことができるの？瀬戸様は犬魔法の天才よ。私もよく変身させてもらって高校生のトレンドをリサーチしてるのよ。瀬戸様、栗山製薬の社長の記者会見は1時間後です。それまでに株を買い占めさせないと。わかった。よれげに天南つんにのし、よれげに天南つんにのし。もしかして趣味悪いかも。いや、前からこういうのやってみたかったんじゃ。名付けてセレブナイトじゃ。セレブナイトか。ルミちゃんに見せてこよっと。こら、まだ話は終わっとらん。やれやれ、おっちょこちょいが。はっ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 。鉄の神、あれ、なんで元に戻っちゃうわけ？今誰かの声が聞こえたんだけど、鉄の神なわけないし、一体どうなってんの？バカモン、セレブナイトは3分間しか変身できんのじゃ。へえ、そうだったの。犬魔法は訓練がいるんじゃ。初心者のお前には3分が限度じゃ。そうだったんだ。じゃあ瀬戸様、もう一度かけて。3分後に犬魔法は解ける。これを人間に見られたら、犬楽園の掟によってお前は猿にならなければなら。慎重にな。わかったから、早く早く。絶対わかってないこいつ。ではよれげに天南つんにのし、よれげに天南つんにのし。はい。社長、セレブナイト様という方からお電話が入っております。セレブナイト？まあいい、繋いでもらえる？はい。はぁ、サンチャイルドの社長さん、レジデンス C の屋上を見てくれたまえ。私はお金に困っている人のためのお助けマン、愛と正義とお金儲けの使者、セレブナイト。はいはい、君と遊んでる暇はないんだ。じゃあね。ちょっと待ってよ。アホか、まったく。あ、瀬戸様、もう一度お願い。しょうがないの、ストカタイマーでけむけろ。いいから社長さん。君は家族を路頭に迷わしたくなかったら、はあ、ここに書かれている株を買いなさい。はあ、その株は必ず上がります。ああ、確かによく調べ上げてるようだが、我が社は株取引の業務はしていないよ。え？だったらすぐに証券会社に口座を開きなさい。誰だね君は。セレブナイト様の秘書でございます。ビクトリアよ。その栗山製薬株は午前中520円だったので、600円になる前に売り抜けば必ず儲かります。しかしうちの会社にはとてもそんな余裕は。そんなこともあろうかと、とりあえずこのお金をお貸しします。万が一損失が出た場合は、このお金は返していただかなくて結構です。今すぐ株を買うのです。そこまで言うならいいでしょう。あ、時間だ。セレブナイト様、行きましょう。間に合った。おお、どうや
やら株はうまく買えたようじゃな。いいね、ちょうど記者発表の時間だし。我が栗山製薬の開発スタッフが画期的な気配薬を作り上げました。ご覧ください、この効き目を。ああ社長、すごいです、すごい上がり方です。580円、590円。よし、もう少しで600円だ。証券会社に電話の用意だ。はい、よし、今だ。さっき買った株を全部売ってください。よっしゃ、売り抜けに成功した。やったみんな、なんでそんなに喜んでるの？鉄の神の飼い主の会社に8000万円ほどの儲けが入ったんじゃよ。あ、8000万円？バンザーイ！バンザーイ！バンザーイ！ジーアさん、ジーアさん喜んで。株で8000万儲かったよ。これでなんとか生き延びられる。それが旦那様、大変言いにくいのですが、大奥様たちがとんでもない買い物をなさいまして。え、なんだって？おお、あら、またお帰りなさい。ねえ、見て見て、今度のパーティー用にお洋服買ってきちゃった。どう、花？とってもお似合いです。一体いくら買ったんですか？安いもんたい、たったの7990万円たい。7990万。おっそー、わしゃやめろと言うたとお前、あれだけ儲けたのに残りあったった10万。また一気に大ピンチ。鉄の神コンテストに出る。だから見ないで。